中学受験、一問一答サプリをご視聴いただき、ありがとうございます。このサプリでは、入試に頻出する、必ず覚えておきたい、歴史人物について学習します。それでは早速始めましょう。第1問。邪馬台国の女王で、魏に使いを送った人物は、誰ですか？正解は、卑弥呼です。第2問。推古天皇の摂政となり、17条の憲法を制定し、法隆寺を建立した人物は、誰ですか？正解は、聖徳太子です。第3問。聖徳太子によって、遣隋使として隋に派遣された人物は、誰ですか？正解は、小野妹子です。第4問。大化の改新を行い、後に即位して天智天皇となった人物は、誰ですか？正解は、中野大江の王子です。第5問。中野大江の王子と共に大化の改新を行い、後に藤原の姓を受けた人物は、誰ですか？正解は、中富の鎌足です。第6問。中野大江の王子の弟で、壬申の乱に勝利して天皇となった人物は、誰ですか？正解は、天武天皇です。第7問。国ごとに国分寺、国分2寺を建て、都に東大寺を建立した人物は、誰ですか？正解は、聖武天皇です。第8問。諸国を回って道や橋を作ったそうで、東大寺を建てた人物は、誰ですか？正解は、行基です。第9問。唐から渡ってきたそうで、唐招提寺を建てた人物は、誰ですか？正解は、鑑真です。第10問。留学生として唐に渡り、帰国できずに唐で一生を終えた人物は、誰ですか？正解は、安倍の仲麻呂です。第11問。平安京に都を移し、律令政治の立て直しを行った人物は、誰ですか？正解は、桓武天皇です。第12問。桓武天皇により征夷大将軍に任命され、東北地方の蝦夷氏と戦った人物は、誰ですか？正解は、坂上田村麻呂です。第13問。唐から帰国して真言宗を広め、高野山に金剛峯寺を建てた人物は、誰ですか？正解は、空海です。第14問。唐から帰国して天台宗を広め、比叡山に延暦寺を建てた人物は、誰ですか？正解は、最澄です。第15問。遣唐使をやめるように提案し、後に太宰府に流された人物は、誰ですか？正解は、菅原道真です。第16問。関東地方の武士で、西暦935年に反乱を起こし、一時は関東全域を支配した人物は、誰ですか？正解は、平将門です。第17問。長男は氏に平等院鳳凰堂を建て、摂関政治の全盛期を築いた人物は、誰ですか？正解は、藤原道長です。第18問。宮廷に仕えた女性で金文字で枕草子を表した人物は誰ですか？正解は清少納言です。第19問。11世紀の初めに金文字で源氏物語を表した人物は誰ですか？正解は紫式部です。第20問。西暦1086年に院政を始めた上皇は誰ですか？正解は白河上皇です。第21問。平治の乱に勝利して太政大臣となり宋と貿易を行った人物は誰ですか？正解は平清盛です。第22問。西暦1192年に征夷大将軍となり鎌倉に幕府を開いた人物は誰ですか？正解は源頼朝です。第23問。源頼朝の妻で尼将軍と呼ばれ政治の実権を握った人物は誰ですか？正解は北条政子です。第24問。承久の乱を起こし敗れて沖へ流された人物は誰ですか？正解は後鳥羽上皇です。第25問。執権政治の基礎を固め御成敗式目を定めた人物は誰ですか？正解は北条泰時です。中学受験一問一答サプリをご使用いただきましてありがとうございました。中学受験一問一答サプリには即効性があります。やりすぎると偏差値がアップしてしまうことがあります。必ず用法用量を守ってお使いください。またチャンネル登録高評価したくなる場合がありますので副作用にご注意ください。中学受験一問一答サプリをご使用いただきありがとうございました。またのご視聴お待ちしております。このチャンネルでは地理歴史公民理科国語など中学受験に役立つ動画を多数公開しています。ぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。